さあ始まりました高さ大喜利クラブ第121回です、部長のザギースの高さです、そして、ポコさん、そしてロビンソンズの北澤さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回の企画いきましょう。病院でボケよう。よいしょねー、この会議室中に響き渡りましたけども元気な今年おいくつなんでしたっけ。今年、あ、僕は一応永遠の37歳くらいいや、もっと若くいんだ37なんですか、はい、ということで病院でボケようということなんですけれども、はい、ファミレスでボケようとか、うん、美容室でボケようっていう、まあ、一応シリーズ化なんですけど、はいはい、よくある設定で、うん、よく言われるセリフをもう大喜利のお題として捉えて、うん、でこんなにボケしろがあるよっていうのを考えていこうっていう、はいはいはい、お笑いノイローゼになっちゃうやつですよねこれやってると日常生活で。あ、そうかもしれないですね、うん、とか漫才とかで、うん、漫才のボケ考えるみたいな。そうですね、確かに、はい、ね、病院、確かにな、他よりはやりやすそうですよね、うん、ちょっと緊張感ある場所じゃないですか、うん、そうですね、うん、はい、ファミレスとかよりはやりやすそうな、うんうん、じゃあまず最初のお題はこちら今日はどうなされましたか。あの、ね、あのこれ絶対聞かれますからね、まあ、絶対、はい、今日はどうなされましたか。逆にどう思われます。こっちが聞いてんだよ。はい、今日はどうなされましたか。なんでそんなこと言うんですか。心配してるからだよ。仕事だよバカ野郎。はい、今日はどうなされましたか。あのスマホを過充電したせいなのか、ちょスマホから熱が出ちゃって。iPhone ストア行くバカ野郎。Apple ストアだろバカ野郎それは。はい。今日はどうなされましたか。ちょっとあののどちんこが草間彌生プロデュースみたいな。だいぶ重症やばいですすぐに集中しようして。はい。今日はどうなされましたか。仮病です。じゃあ来んなよ。バカなやつだな。はい。今日はどうなされましたか。ご飯が美味しすぎる。バカなやつ来たな。あ、じゃあ続いてのお題どうぞ。保険証はお持ちですか。ああ。はい。保険証はお持ちですか。持ってねえよ、芸人だぞ。持ってろよ。小峠くんだ、小峠くん。はい、保険証はお持ちですか。いや、保険証がお持ちなわけないじゃないですか。全く同じ。本当だ。いやいや、紙でしょって書いてある。やっぱこのボケになってるんですよね。くだらないやつ。はい、保険証はお持ちですか。あ、これですよね。でっけーでっけーな。はい、保険証はお持ちですか。さっきのやつなんですけど、はい、お持ちです、2個入れてください。バカばっかりやん、ここは。はい、お持ちです。どっちが答えたんだ。なんだこいつは。ニコお願いします。はい。保険証はお持ちですか。きなこが好きです。そのお持ちじゃないんだよ。違うんだ。何回言ったらなんだよ。はい。保険証はお持ちですか。こんなこと急に言われると、私困ってしまう、ぷくー。だから、お持ちから離れろよ。お持ちだしね。だってお持ちの絵描いてるだけだし。続いてのお題いきましょう、こちら。お口開けてもらっていいですか。また、また似たような子も。はい、お口開けてもらっていいですか。
お餅を入れるつもりですよね。そいつ出てけよ。なんだよこいつは。蚊が違うよ、蚊が。他の病棟じゃねえ。はい、お口開けてもらっていいですか。17年ぶり2回目です。どうやって暮らしたんだよ、それまで。はい、お口開けてもらっていいですか。え、ここからさらにですか。医者もバカだな、そうなったら。はい、お口開けてもらっていいですか。じゃあコテッちゃん飲み込みますね。確かに飲み込めないけど、飲み込んでから来いよ。バカだな、バカばっかだよこの病院は。お口開けてもらっていいですか。ちょっとグリーンマイルみたいになりますけど。ああ、じゃあ続いてのお題ですね。他に服用中のお薬はありますか。はい、他に服用中のお薬はありますか。それってラムネも入りますか。入るわけねえだろ。はい、他に服用中のお薬はありますか。ないです。あるな。なんで嘘つくんだよ。はい、他に服用中のお薬はありますか。はい、全部です。先生が想像してる薬全部飲みます。怖すぎる。なんだこいつ。なんだこいつ。はい、他に服用中のお薬はありますか。 NG ワード、 NG ワード。クイズお嬢様って。他に服用中のお薬はありますか。はい、ちょっと名前が思い出せないんですけど、白いやつで四角い、あ、お餅です。もういいよ。なんでこれ言ったのかよ。途中で思い出すんだよなこいつ。はい、他に服用中のお薬はありますか。あ、はい、あるんですけど、僕の手の届かないところに置かれていて飲めないんですよ。他に服用中のお薬はありますか。そんな言い方するならいらない。気難しいやつだな。はい、他に服用中のお薬はありますか。はい、黒霧島を朝晩2回。ダメなやつ。ダメだね。はい、他に服用中のお薬はありますか。ちょっとそれは弁護士を通してください。じゃあ続いてどうぞ。最後に何かそちらから聞きたいことがありますか。すごいな、この歌はすごい。はい、最後に何かそちらから聞きたいことはありますか。はい、あの看護師さん尻柄ですか。何くどこうとしてんだよ。尻柄。はい、最後に何かそちらから聞きたいことはありますか。あ、はい、なんであの後で YouTube にアップしとくんで見てください。出会ったな。はい、最後に何かそちらから聞きたいことはありますか。あの、僕が腰掛けてるこれってお餅ですよね。だからいいよ、お餅は。でけえし。はい、最後に何かそちらから聞きたいことはありますか。これは引っ掛けだな。ないです。素直に答えろよ。普通に聞いてんだよ。はい、最後に何かそちらから聞きたいことはありますか。あ、はい、カレー味のうんこを食べますか。それとも検査入院した方がいいですか。精神科かな。終了です。はい、面白かったね。え、いろんな面白いですね。いろいろボケしろありましたね。高作
のなんかあの、はい、全部薬みたいなやつがすごい面白かった。あれ面白い。やばいやつですよね。なんて言ったんだっけ。先生が考える薬全部飲んでます。その言い方も腹立った。なんだよこいつと。あ、これですか。はい、全部です。先生が想像してる薬全部飲んでます。なんだよこいつ。なんかやっぱ明確になりますね。確かに、うん、場所こう決まってると、うん、ああそうですね。いや面白いな。北川さんもないですね。面白かったですけどね。あとなんかその、はい、回答によってでっかい病院をイメージするのか、はい、個人病院なのか、そうですね、いろいろなんかそれも面白かったな。そうか、そうですね、うん、僕なんかこじんまりとした病院のことしか思い浮かべてなかったっすわ。もう結構こう大きい病院を、はい、なんかナースのお仕事みたいな、ああいう病院を想像してましたね。だからあの若い看護師が出てきて、シリガルですかって。そうかそうか。なんか一瞬お餅フィーバーもありましたね。ありましたね。だいぶ膨れましたもんね。なんで、このシリーズまたやっていきたいと思います。はい、高さ大喜利クラブツイッターアカウントありますんで、フォローの方よろしくお願いします。MPJ のメールアドレスありますので、何か意見ご要望とあればこちらまでお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。ということで、第121回高さ大喜利クラブでした。終わり。